はい、今回は石丸信二のヤバい政策と石丸公文という謎について考えてお話ししていきます。今回もよろしくお願いいたします。リスナー様にですね、何度もお伝えさせていただいているように、僕は石丸信二っていうのを全く支持しておりません。小池百合子も全く支持しておりません。石丸信二の背後にはですね、東丸あるいは維新の会、小池百合子の背後には自民党党丸、そういったものがおりますので。 まあ、新自由主義であったり、えーまあ、もっとやばいわけですよね。で、東京都,都知事選の時から、僕は蓮舫さん一択で、リスナーさんもそう思っていたあの、いらした方が多かったと思うんですよ。で、最近、この石丸新二の件がですね、よく取り上げられるので、まあ、ちょっと調べて、僕なりに思うことっていうことでお話ししていきます。今回もよろしくお願いいたします。石丸新二っていうのは政策がやばいんですね。 なぜ支持されるのか、僕はまるっきり、えー、わけわからないんですよ。で、誰とは言いませんけど、まあ、リスナー様のコメントを頂い,いた、あ、ね、えー、まあ、有名な方とかもい,いるんでしょうけど、小池百合子と石丸真嗣を支持した時点でありえないですからね。で、東京都知事選なんですが、あ、小池百合子と石丸真嗣っていうのは憲法改正派だったんですよ。玉母神と塩もね。で。 えこの小池合子、石丸慎治、玉上敏夫という会見派は、ですね会見の結果、9条がなくなって、基本的人権がなくなって、緊急事態条項が入って、日本が有事に向かう可能性が高まるわけですよ。軍事大国化する日本のそちらにかじ、えーね、を切る人間で、なぜそういった人間を支持するのか、訳わけからないじゃないですか。で、僕は蓮舫さん、あの一択でしたけど、東京都知事選でですね会見に反対、憲法改 あの改正改憲に反対していいたた人人はもう1人いたんですよ蓮舫さだから支持するんであればこの2人だと思います他の方はあ詳しくわからないで何とも言いませんし僕はちょっと内海悟さんがね、えー、好きじゃないんですよい,いろんな理由があって。で例えば内海悟さんっていうのは知識があるんですがあ都知事選でですねずるはないっていうことをまあ言,いる言い張るわけですよ。 いやいやいや、あなたほど知識がある方がね、なんでそんなことを言うんですか、なんかそこにも意味があるんじゃないかと僕は疑うんですけど、まあ、蓮舫さんしかいないと、そう思ってましたし、えー、まあ、改憲反対派ねあの、憲法改正推奨派と、改憲反対派、憲法改正に反対していたのは蓮舫さんと内海悟さんの2人なんですよ。小池百合子、石丸慎治、玉神上敏夫、アウトです。特に多摩上敏夫をです、ね、支持してる人がいますが、憲法を作るとかっておかしすぎます。 賛成とも同じです憲法っていうのは権力者あ、ね、政治家を縛るものであって、えー、その者たちがですね、憲法など作ったらお終わりなんですよ。わけわからないですから、言ってることはね。で、例えば石丸新二っていうのは、そのね、東京都知事選の時に分かっていたんですが、LGBT 法案に賛成、えー、マイナンバーカードに賛成、移民の受け入れに賛成、消費税増税に賛成、憲法改正、改憲に賛成。 ここののどこを取って支持するかか意味がわりませんなんとなく雰囲気でねなんかわかりませんけどクールとかそんなんで支持していたらいいわけないわけですよ。で石丸真嗣っていうのは東京の弱体化とかって言ってるんでこの時点でもありえないでしょあと橋本徹を尊敬していて石丸真嗣が橋本徹と話している中で、えー、大阪都構想に共感しているとか大阪都構想って維新の会の利権でしかありませんからね。 そういった話に共感する時点で何一つ政策面においても支持できないんですよ。で僕だけじゃないと思いますがこの石丸真二っていうのはインタビューとかテレビとかに出てきてですね話をするんですが人間らしさを感じないんですよね。そう思ってるのは多分僕だけではないと思うんですよ。背後に東丸がいてね東丸のそういったものでねあの上がってきてるのか何だか知りませんけどわけわかんないじゃないですか。この石丸真嗣がテレビに出てくると 本当冷淡さそのものもを感じるんですよねで例えば今回こちらのですね、まあ、リサーチをしてこういったあの会話こういったことをですね投稿された方がいらっしゃるわけですよ。石丸真二って会話が成り立たないと石丸真嗣のような上司とかあるいは取引先はですね、石丸真二のような人間だとたまらないと思うって言って本当にそう思いますからね。東京都知事選のあのこインタビューとか何て言うんでしょう。 マスコミっておかしいですけど完全にこう見下してるわけじゃないですか。で実際にこのお都知事選が終わった後に石丸真二の映像がどんどん流れることによってイメージとは全く違うとえそして人が離れていく、まあ、そういったことがあ、まあ、わかると実際そうですからね。で、えーまあ、僕は今から言う話っていうのはあまりまあ信じたくないと言いますか逆に違った方を,を信じたいんですが。 石丸真二を2位に押し上げたのは若者だっていうんですが若者も多分投票してないと信じたい願いたいんですけどねただこの石丸真二のこのクールな感じをいいと思ったのか分かりませんけど先ほどお話したように政策の点で何一つ支持するところがないわけですよでこれはですね地元の方が投稿されていた内容なんですが秋高田市のね秋高田市民が 市政をめちゃくちゃにされて、えーまあ、いるっていうことを言ってるんで、広島県民からしたら、石丸真二なんで支持しないと。で、若者はあ石丸を支持するってことは、若者っていうのは社会経験があ少ないから、人を見る目があないんだとか、まあ、そういった意見もあるんですよね。つまり秋、秋高田市の地元の方から評判が悪いんですよ。そういったところもおかしいじゃないですか。あの一応、年齢層的には、 18歳から39歳の、まあ、年齢層が石丸真二を、まあ、支持したって言ってるんですがあどうですかね意識高い系とか言ってるのか何だか知りませんけど意識高い系じゃなくて意識そういう高く持たなきゃダメですよこのクールだからとかねえクールって言っても制作がわけわかんないじゃないですか何一つ支持できるものがないんですけどねで今度はこういったものを投稿した方もいるんですよ これは僕も思いますし、まあ、リスナー様はですね男性の方女性の方がまあいらっしゃるんで、えー、まあちょっとね「おっさん」という表現が入ってますけどおっさんからしたら非常に不気味なあ石丸真二、10代20代がなぜ石丸真二を支持するのか全くわからないってあるんですけど僕も分かりませんもしかしたら10代20代も支持してないかもしれないですよねまあその SNS とかあまあそのネットとかそういったものであたかも人気があるような感じになってるかわからないですけど 都知事選でズルをするぐらいですから、ね、その事前のそんなものだってズルをしてるかわからないし、もう何が何だかわからないんですよ、はっきり言って。だからあ小池百合子と石丸真二には組織票が流れていたと考えられます。特に石丸真二は東丸の、えー、完全にこのね、えー、バックアップがあったと考えられますから。だってね、えー、秋高田市の市長がですよ、うん、いくらネット、SNS のマーケティングがうまいって言ったって、 圧倒的にそんな票が入るわけがないでしょ。普通に考えておかしいじゃないですか。で、10代から30代の支持を最も石丸信二が得ていた、うん、全く意味が分かりませんね。で、ここから話す話っていうのは、ちょっと今話題になってるんですけど、正直言います、僕はあ,あまり詳しくないし、自信がないので、あまり、えー、こうと言えないんですが、石丸信二っていうのは、 72万円の印刷費未払いで最高裁まで争って裁判で負けたっていうことなんですがその未払い金をいつ払うのかっていうことになってるんですよ。そういうい裁判たを起こしてるっていうことで あの取引先に対してはどのようにしてるのかっていうようなことでそういった人間というのは政治の世界においてどうなのかっていう、まあ、その問いかけがあるんで確かにそう思いますただ別にこれは石丸信二を擁護するとかではなく僕わからないんででもう一つわからないことがあるんですよこの72万円の、まあ、印刷料金も未払いのものがですねうん選挙に出るお金とかどうしたんでしょうね。すすごいい額じゃないですかか万とか だからこういったところにもいろいろ何ていうのかな、えー、おかしさっていうか謎っていうかあ、ね、わけわからない、えー、不可解な点があると僕は思いますでリスナーさんもそう思ってる方が多くいらっしゃると思いますであの石丸公文っていうらしいんですけど僕まるっきりわからないんでね、うんまあ、あまり興味がないんですけどちょっとこういったことが言われてるということでどれどれっていうことで考えていこうと思うんですが 石丸公文というのは質問に対して複雑な言葉で反論し、えー、相手がわからないように、えー、まあ混乱、錯乱するとで内容がなく意味不明の言葉で自分の主張を正当化し完結するとでこれを繰り返したことで都知事選2位になったとっいうんですがいやいや違うよこの石丸公文の意味は分かりますよ言ってること意味がわからないじゃないですか質問に質問で答えたりしてるわけじゃないですかでこの、 石丸新二の回答もわけわかりませんが、都知事選で2位になったのは違うでしょ。うん、後ろから違う力が働いたんでしょ。東丸の動員だと思いますけどね。だから、こういったところにもおかしいし、そのね、都知事選2位になったっていうことも選挙のズルがあるんで、それ一回横置いといて、こういうあの受け答えする時点でおかしいじゃないですか、石丸新二って。皆さんも多分ねあ、あまり好きな人いないと思うんで、まあ、僕も見ないですけど、 たまに調べて、まあ、見,る見ると、うん、このね石丸が能のこの言ってるって言うけどこれ石丸公文で2位になったわけじゃないからねそう思ってる人はいないと思いますけどこれ東丸の組織用で2位になったっていうことだと思いますから、うん、でこの石丸真二のねこの記者会見が面白いとかっていうんですがこれっていうのは東京15区の補選と同じことですよ。 マスコミがですね自分のことを全く取り上げない取り扱わなかったって言ってますけど東京15区の補選の時も日本保守党の飯山あかりがそうだったじゃないですかこれってのは意図的にそういう風にしてる可能性がありますからあのいいんですよテレビに取り上げられずテレビに取り上げられないことをネット SNS のネタにするんでね実際石丸真二がそう言ってるじゃないですかで石丸真二は胸を張ってできることは全部やったって言うんですけど 僕はこの石丸真二の答えを見ていて非常に疑問だと思うんですよ。でリスナー様もそう思った方いらっしゃるかなと思うんですけど石丸真二はですね、えーまあ、この2位だったっていうことを、まあ、そのテレビとかのインタビューで聞かれてですね、えー、なんていうのかなあ都民の相違とかって答えるんですけどいやいやそういうことじゃないしその都民の相違っていうのはそれは何ですかって。 自分のことを支持せずに小池を支持したからそれは都民がねえなんか石丸って他の時に言ってましたけど結局市民の自己責任だみたいなことを言うんだけどそういうことをあの言おうとしてんのかって何なんだって思うわけですよ別に石丸だけじゃないですけど小池もズルしてるからねうん小池石丸ズルして蓮舫さんはズルされて苦しくなってると思うんですけどあのそういうことじゃないんだよ石丸慎二の言ってる意味が分からないけどあのー 僕は石丸真二が嫌いだからね大嫌いだから別にないですけど石丸真二を応援してる人たちはさ何ていう答えをさ求めていたかってわからないのかって僕は思,うあの思います石丸のこの答えに対してね2位だったっていうことに関して悔しいとかそういったことを応援してた人たちは思ってるわけよ少なくとも石丸真二を応援してた人たちっていうのはさなんとか 1, 1位で石丸を当選させたいって思ってたんでしょ そそのののの皆さんん気持ちにええられなななくてて悔しいいですってそう答えるのが普通なんじゃないの何が都民の総意で言って意味が分かんねえなクールぶってんのかなんだか知らねえけどさ多分ねこれってのは僕の憶測だから別に悪く言うとかそういったことではなく、まあ、悪く言う,言うんでしょうけど悪く言うことになってるんでしょうけど石丸真二は別に東京都知事選に通る気もなければ通るつもりもないしそんなつもりで出てないと思ってるんですよ。 この後の国政を考えてるのか何を考えてるのか知らないですけどとりあえず直近近くで言えば8月かなんかに映画があるっていうことでこのタイミングで映画ってそんなうまくできてるわけないだろうってだからその映画のために知名度を取るためでそれで裏でいろんなものの力が動いたんじゃないのでそれでもう圧倒的に今知名度を取れてるわけじゃないですか東京都知事選で2位でした残念でしたっていうことで、うん、映画も見に行く人がいるんでしょそういったことなんじゃないの で最大の別の,もあの目的としては本来は東京都知事選は小池百合子と蓮舫さんの1対1でしたけれどもそうなると蓮舫さんに大きく負ける可能性があるんで蓮舫さんの票ですね無党派層の票を切り分けるのはこれが石丸新二の,の役目あるいはですね、えー、知名度を上げる認知を上げるそういったものだったと思います。で、あのー これもですね、これは石丸慎二だけではないんですが石丸慎二と蓮舫さんにこれが当てはまるんですがおそらく今石丸慎二がですね、結構ディスられたりとか蓮舫さんもディスられてますがこれ理由があるんですよ小池百合子のリコールに入った時にですね、石丸も蓮舫さんも駄目だっていうことになれば小池百合子がそのまま継続しようとか多分そういったね、ことをその体制側政府側が考えてやってるんじゃないかとそういうふうに思いますけどね。 石丸慎二の正体は何かって言うと、自民党維新の会え、新自由主義、そういったものを追求するトウマルそのものです。話になりません。小池いること、何も変わりません。だから、今回の都知事選っていうのはどうなってんのかって言うと1位2位にですね、えー、小池石丸っていうその新自由主義えー、自民党維新の会が入ってしまって、本当に東京都民にとってはもうどうにもならない状態なんですよ。 一番当選してもらいたい一番ですね都民の支持を得ていた蓮舫さんが3位になっているってこれこそが大きな問題ですからね。で今回は56人の立候補者が出た、まあ、都知事選ということで。 石丸はですね、えーまあ、そのネット、SNS、そういったあ、まあ、ところのマーケティングで、えーまあ、うまくいったっていうことで、そこからですね、若い人の支持を得たっていうことになってるんですが、どうだか知りませんね。わけわからない。で、石丸はその政治家がどう残るのなんとかって言いますけど、背後に遠丸げるってもうばれてるじゃないですか、うん。だから応援する団体とかもいないとかって言ってるけど、もうばればれなんですよ。うん、わけわかんねえなと。だから、 で逆を言えばそんなのがなかったらここまで有名になるわけはないんで逆にそこら辺に関してはねそのまあここにはいらっしゃらないと思いますけど石丸慎二の支持者に気づいてもらいたいと思いますよ。で、えー、先ほどのですね僕はその石丸を全く擁護しませんけどリコールのこととかもあると思うんで多分そういったものはあって今度マスコミの、ねえー、風向きが変わってきたんですよ石,石丸慎二がディスられるそういうような状態なんですね。 雑誌とかでですね、石丸がいろいろ言われるわけです。特に女性誌とかで言われるんですよね。当選していたら東京がとんでもないことになっていたと。石丸新二のね、秋高田市の、まあ、市議たちはどう思っていたのかと。石丸っていうのは自分の思うがまあ、まあ独裁をまあして、秋高田市をガタガタにしたって言われてるんですよ。で、実際これは本当の話ですが、石丸の後の,あの秋高田市の市長が、 えね、石丸のこの考えと反対の人が市長になったんですよね。うん、石丸の後継者が落選したんですよ。だからつまり石丸の考えっていうのは秋高田市で支持されていないっていうことです。こういったことを一人でも多くの方が知る必要があると思います。まあ、特にですねここにはほとんどいらっしゃらないと思いますが石丸真嗣の支持者こそねこういったことを知るべきですよ。僕らっていうのはこういうことを知ってああダメだ,だなと思ってるだけなんでね。 まあいいんですけど、うん、で石丸真二っていうのは本人は否定っていうかあなんかそうとは言わ,言わないようになんかのらりくらり言ってますが。 選択肢として可能性はあるだとかなんとかって言ってますが国政に出たりとかね、えー、実際その政党を作るんじゃないかって話が出てるけどそれはどうだか分かりませんだけど石丸慎二の背後にはドトールの人間とかね,、えー、ねドトールって岩田明子は確かな,なんか関係してますよね安倍応援団じゃないですか。 で、あるいは、石丸信二をね、えー、まあ、軸っていうか軸にして、維新の会、えー、自民党もそういったところも入ってくるんじゃないかって、そういったこともあるんですよ。全然、えー、そういった可能性があ,あ,のありえますからね。当然、背後にま丸、えー、自民、維新がいるっていうのは、そういった意味をなすと思うんですよ。別に僕は石丸が嫌いなんでね、全く指示もしないし、何とも思いませんけど、明らかにおかしいっていうことですよ。で 何て言うのかなその石丸信二をいいっていう人がね、えーまあ、いるのかどうかわからないですけどそのネットとかなんとかっていうのを抜きにして、えー、石丸信二がもしもね、えー、首長として、えー、思うんだったら秋高田氏をね、えー、一揆も、まあ、せずに辞めるっておかしいじゃないですか。 って本当思うんですよでこのニュースに出てですねこの僕ちょっとニュースを読んでいてこのニュースでね結構ねこれも頭くるなとかって思うんですよこんなこと書いてるんですよね。東京都知事選の政策で石丸真二は現職の小池よりも蓮舫さんよりも中身がなかったいやいやいやちょっと待てよ言ってることはだいぶおかしいからなあまあこれはこれでちょっと後で、えー、あの言いますけどまあ 言ってるこういった、だからマスコミのところも至るところに変なことを言ってるわけですよ。で、まあ、石丸信二についていくと、まあね、最終的には、ね、まあ、恥を知るんじゃないかっていうことで終わってるんですが、一番気になるのここですよね。うん、先ほどの話、あの、あ、そうそう、ちょっとね、ちょっと前に言いましたけど、 本当に石丸慎二が首長とかを考えて地域を良くしようとしてるんだったら、秋高田市の市長一期を、一期もね、えー、まあ満たずに辞めたのがおかしいって、だからそういう人間なんですよ。すぐ辞めるってことでしょ。でもなれなかったけど、そういった人間っていうのは、仮にね、東京都知事になったって、辞める可能性があるわけですよ。で、このニュースの本当許せないなと思うんですが、東京都知事選で訴えた政策、小池百合子、蓮舫さん、石丸慎二、ね、えー、 小池よりも蓮舫さんよりも中身がなかったって。いや、蓮舫さんが一番まともだよ。このマスコミのこのでたらめ、どうしようもねえこと書き上がって。小池ゆ子と石丸真二ってのは何の具体性もないんですよ。小池ゆ子ってのは完全にもう大企業とズブズブなわけでしょ。売国。うん。で、石丸真二ってのは何も具体性がない。蓮舫さんは東京都民のために頑張る。そういったことをずっとあの言ってくれてたわけですその蓮舫さんがサインになってるおかしさです。だ石丸真二ってのはおそらく、 自民党ととかか維新の会の会受け皿にななるんじゃないい僕は思いますよで最後に一言だけ言うとですね、僕はあの石丸真二の,の冷酷な話し方が非常に嫌いです。不安を感じますし、まあ、政策面においてもどうしようもないしね、でその人柄っていう点においても、何をどうやって支持してるのか僕にはまるっきりわからないですね。支持する気も全くないですけどね。うん ということで今回は石丸真二のやばい政策と、まあ、石丸公文っていうね、えー、全く中身をなく相手になんかわからないですけどなんか質問に質問で答えたりして話になんないと、まあ、そう思いますということで、えー、この石丸の件ですね、えー、まだちょっと注目されてるんで調べて分かったことがあったらお伝えいたします、まあ、僕は小池合子も石丸真二も全く支持しません蓮舫さん一択だと、えー、そう思ってますということで今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました 失礼いたします。